2003年から始まってナイキジャパンと取り組みをしていて、まあ、エアマックスをもっと盛り上げようっていう企画でずっと作ってたんですけど、まあ、今回に限ってに関しても本当クレイジーで、まあ、今までこういうアニマル柄とかを作ったエアマックスを使ってなかったので、こんなド派手な靴履けるかみたいな感じでしたね。そうですね、エレファント、まあ、パックのコンセプトについてのお話ですが、まあ、やっぱりキーポイントとしてはあのエレファントスキンを、まあ、使ったっていう形になる。なぜ使ったかっていうお話ですが、ヨーダン3の、エレファントスキンはストリートの象徴であると思うし、ジェードカラーのポイントとしてはあの象の水浴び行水っていう形で、まあ、綺麗なあのエメラルドグリーンを水に例えて、エアマックス1っていうのはシェイプが美しいっていうのがすごいポイントであって、今年のエアマックスはもう全部オリジナルシェイプに修正されてるんですけど、ボートバックで投票してくれた皆様、ありがとうございます。エアマックスがこれエレファントが復刻しますね。